天命は四分に曇った大徳を見放したか。龍玄徳は地に倒れ、その後を龍孔子が継いだ。その器は小さく、もはや天下は望めまい。一方で宋孟徳の下で芽吹いた時代の大器は天下に向けて着実に育ってきている。彼の息子宋子鶴、そして鬼才司馬仲達、彼らが描く次の天下、それは宋孟徳の天下に近いものであろう。小生はそれを望まぬもの。五条原にて彼らを討つとしよう。龍玄徳は死に、大徳の天下は永遠の夢となった。司馬仲達、宋孟徳の下で花開いた時代の猶予、その魂、小生が問うとしよう。これが私の最後の戦いとなるでしょう。殿の悲願は何としても。我らは遠征のみ、急戦の意志が肝心です。敵将、将帥が撃つと惑いたまえ。鮮やかなお手並み。撃たまえ。司馬殿、ご指示のものをお持ちしました。来たぞ。我が前を引き寄せる。一気に叩く。ここまでか。敵将、長生が撃つと惑いたまえ。
投石機、すべて準備完了しました。よし、撃て撃て、我らの力で敵を押し下げるのだ。長州が撃ち取った。補給拠点とて甘く見るな。行くぞ。我が策に欠かせません。我らの攻めの構え、よろしくしません。月英様、仰せの通りに準備整いました。この木牛があれば危機を脱することもできましょう。皆生きてこの戦に勝ち、共に新しい世を迎えましょう。迅速に行動し、敵の混乱を誘います。今だ、攻めかかれ。拠点は我らの命綱、落とさせんぞ。惑いたまえ、色を戻せ。及ばすか。敵将長生が討ち取った。に乗るなよ。ここまでか。敵将長生が撃ち取った。鮮やかなお手並み。私を怒らせるつもりかしら。惑いたまえ。
敵将長生が討ち取っていた切りたまえ。天よ、あと少し私に時間を。愚か者どもめ、これでも食らうがいい。やる。戦には頭も必要です。惑いたまえ。散りたまえ。成功法です。ここは足がかばれ。残念です。敵将長生が討ち取った。今初めて心から祈ります。どうか我なき後も食が絶えずありますよ。諸葛亮、全軍反撃に移れ。上将、今私に竜の名をお貸しください。命の重みが分からぬか。全軍再度攻撃。上将のご意志を継ぐ。静かだ。今が乱世とは思えん。敵将長生が討ち取った。一人はイノシシ武者よの。さあ惑いたまえ。鮮やかなお手並み。これが最後の戦になろうとは。敵将長生が討ち取った。さあ惑いたまえ。どうか手加減しないぞ。ダメだ。死んだよ。
敵将小生が討ち取った。補給拠点とて甘く見るな。行くぞ。追い込んでしまいましょう。総攻撃と参りましょう。この先へやらせるものか。くらえ！打ち取った。お見事、頼りになるお方ですね。バカめ、貴様は今ひときわ無様な死に方を選んだのだ。本気にさせたようだな。筒を巻いて逃げる。まどいたまえ。それが見えない。ここは足が切りたまえ。残念です。敵将強制が撃ちてまどいたまえ。お見事、頼りになるお方ですね。追い込んでしまいましょう。乱世の先に何を見ている。惑いたまえ。貴様の知ったことでは。見せよバカめが。私は貴様などに屈しません。この際も行かせぬとは愚かな時代よ。敵将小生が討ち取った。
上将の残した信望により葬儀を破ることができた。兵たちも悲しみを押し殺してよく戦い抜いてくれた。上将は天下統一までの道を示してくださった。ここから先は残された私たちの番だ。民や国が惑わぬよう時代を築いていかねば。新しい護衛武将が仕官してきたようじゃな。この護衛武将はその際一国を制し幼年神童と称された人物のようじゃな。時は紀元2世紀末、漢王朝の権威は地に落ち、中国大陸は群雄割拠する戦乱の世を迎える。自ら覇道を歩む者、大義をなそうとする者、信じる者のために戦う者、あまたの英傑が乱世に名乗りを上げ、そして消えていった。佐治、あざなは元宝、露光軍の人、華陵軍の峨眉山に入り、30年の修行の末に神仙の術を記した頓光天璋を得、術を極めて山を降りた佐治は乱世に遭遇した。あまたの群雄が覇権をめぐり割拠する中、他より抜きんでていたのは曹操だった。はじめ官室復興を大義に掲げていた曹操は中原を制すると新たな王朝の成立を目指すようになる。一方、真偽に背くことを拒み、あくまで官室復興にこだわる者もいた。劉備である。佐治は斬新な曹操の思想を危ぶみ、劉備の徳こそが末永く平穏をもたらすものと考えた。佐治は曹操の野望をくじき、劉備に天下を取らせようと動いたが、決着のつかぬまま曹操も劉備も世を去る。それぞれの国、魏と蜀の君主の座を継いだのは曹丕と劉禅だった。曹丕は曹操以上に霊利な人物で、曹丕に仕える芝居もまた狡猾な謀略家に見えた。一方、劉禅は劉備ほどの徳はなかったが、それを支える諸葛亮は劉備の志を継ぐものだった。諸葛亮にかけた佐治は天下を蜀に委ねる。しかしその諸葛亮に先がないことを知ると、佐治は短足して鶴に姿を変え、いずこかへと飛び去った。その後佐治を見た者はない。この伝記は後世まで語り継がれ、悠久の時を経た今でもその輝きの軌跡を残している。乱世の果て、正常なる時代は訪れんか。しかしいつの日か劉玄徳の大徳を継ぐ者が現れよう。小生は待つとしよう。その新しい希望を。